今日の金曜ロードショーは隣のトトロ。メイちゃん。すいません。はい。ま、隣のトトロって言ってるのに声の形の話をして大変恐縮なんですけど、はい、先週かな、はい、多分声の形、はい、テレビでもやりました、はい、で、まあ、Amazon プライムでは、ま、ちょっと前から結構見ることができてたんですけど、はい、なかなか、はい、見ようとは思わなかったんです、はいはい、なぜなら心臓に悪い、はい、いじめのある世界、はい、が絶対きついだろうなっていうのが分かっていた、はい、しかもそれがその小学校高学年の時にクラスでいじめがあってみたいな、はい、描かれで、まあ、それの5年後っていうのが、はい、まあ、舞台なんですけども、はい、結構その切り抜きとかで、はい、ツイッターのなんかそのいじめのシーンとかが出てくるんですよね、はい、あの主人公こうの一人の女の子のこの補聴器を投げるとか、はいはいはい、絶対きついに決まってるじゃんと思って、はい、で見るのを避けてたんですけど、はい、隊長が、はい、まあ、感動しましたと、はい、おっしゃったので、はい、これは見ないわけにはいかんなと、はいはい、やっぱりきついですねあれは特にあの最初の30分ぐらい、はい、まあ、小学校の時の一軍の人たちによる、はい、残虐症が行われるじゃないですか、はいはい、一軍の人たちによるダッサーとか、はいで、はい、あの彼女は、まあ、主人公の女の子は耳が聞こえずに、はい、そのノートに書いてみたいなので、はい、最終的にはそのノートもめちゃめちゃに書かれたりするんですけど、はい、耳が聞こえる者にとっては、はい、そのダッサーとか、はい、その吉祥とか、はい、聞こえるじゃないですか、はいはい、いじめられたっていう認識はあまりないんですけど、はい、結構そういうのは聞いてきたんですね。二等兵が、が、はいはいはい、一部の女子には徹底的に嫌われたので、はいはい、僕は全くその意識はしてないですよ、はい、この NF 的無邪気な、はい、振る舞いで、はい、多分イラッとさせたんでしょうね、はい、一部から嫌われた時にそういうのを聞いてですね、はい、そういうの食らったなとか思って見てると、はい、ちょっとなんかなかなか2時間を一気に見ることができなかったんですよ、はい、体調あれ見れました？見ましたよ普通に。その辺はまあ序盤ですよね。序盤です。序盤の序盤ですよ。超序盤です。前書きみたいなもんじゃないですか。そうですね、はい、こういう前提の説明ですよね、はい、もう、はい、無理と思って。そこから先が本題ですよっていう。そうですね、はい、無理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 って、はい、公開時期が、はい、あまりよろしくなかったのか、新海誠さんの、はい、何でしたっけ、君の名は、あ、君の名はと、はい、この世界の片隅で、はい、と結構同時期なんですよね。そう、君の名はがすごい流行ってた時に、はい、知り合いが、はい、映画館で見て号泣したって。そうですね、はい、言っててそれでこう興味を持った感じです。なるほど。もう、はい、僕ももうなんか序盤30分でちょっともう一回、はい、止めてですね、はい、無理無理と、はいはい、で、まあ、これは20分ずつだなと、はい、っていう感じで見たんですよ、はい、深呼吸しながら、はい、まあ、いい映画ではあったが、はい、でもそこで下げちゃダメな気がするんですよね。はい、間を空けるとこう下がるじゃないですか。いやでもあれ下げないとちょっともう心が持たないんですよ。あれなかなか見れる人ってまあまあな強心臓だと思うんですけどね。見れると思いますよ多分。だってやっぱ昔の、はい、で特にその私はいじめられたわけでもなく、はい、またそのどっちかっていうと、はい、そのギャーギャー騒ぐ側にはいたので、はい、もしかしたらその傷つけあいつに傷つけられたって思ってる人もいるかもしれない、はいはいはい、で特にいじめてる一軍の中に、はい、河合さんっていう、はいはい、綺麗な女の子がいるんですね。叩かれる人、めっちゃ叩かれる人、はい、あいつなんだよみたいな、はいはい、要はそのそちら側にいて、はい、いい顔をする人ですね、はいはい、みんな仲良くしようよ私はいい子だよ、はい、みたいな、はい、でビジュアルが超一軍みたいな、はい、で僕はどっちかっていうとビジュアルは一軍ではないが、はい、
振る舞い的にはその立ち位置その立ち位置、はい、みんな仲良くしようよって、はい、でそのいじめてるやつがいるとそんなことしちゃダメだよって言った気になってる、はい、なんかそういうアピールっぽい感じですよね。で僕は心底そいつはそれはダメだよって言うんですけど、はい、中学校ぐらいになると、はい、なんかマジヤンキーが出てくるじゃないですか、はいはい、我々の時代、はい、僕みたいな偽ヤンキーは、はい、ダメなんですよ、はい、マイルドヤンキーはそうですね彼らを止められないんです、ね、はいはい、止められるヤンキーもいるんですけど、はい、止められないヤンキーもいるんですよ、はい、そうすると、まあ、そういう振る舞いになりますよね。言ってるだけ、はい、よくないよって言って、はい、すっとその場を離れる、うん、いい子アピールをしてる、アピールをしてるつもりはないんですけど、まあ、そう見られますよね。その彼女はそういう描かれ方でしたね。そういう描かれ方ですよね、はいはい、じゃあ可愛さの気持ち聞いたのかよ。じゃあそういう描かれ方ですよね。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと今可愛さんが入ってきました、ね、はい、はい、可愛さ自分に重ねてるってところですよね。そうですね、可愛さ、はい、可愛さ悪くないよ、はい、って思ってます、はい、で、まあ、そういうアピールが尺に触るみたいな感じじゃないですか。尺に触ってるかもしれません、はいはい、でネットで超叩かれる、まあ、本人いないんで大丈夫ですけど。そうですね、はい、架空の人物なので。僕は叩かれるのを見て、はい、ちょっと心を痛めてます、はいはい、俺だと、はい、でもなんかまあ小中はやっぱりきついですね。特に我々の昭和の時代は、はい、ルッキズムがバンバンあったじゃないですか。はい、僕そんなにないですよね。いや、それは君が経験か、君がいいとこにいたからだよ。いやいや、そんな告白されるしかない立ち位置にいたからだよ。そんなことはないですけど、そんなルッキズムが流行ってた感じもそんなに、あの普通でしたからね、はいはい、あのビジュアルの悪口を言うのは、はい、今ってまあでも今は別に、今でもその素の教室とかでは普通に我々の時と変わらないんだろうなとはちょっと推察はするんですけど、まあ、人間はそんなに成長しないですから、ね、そうですね、成長しないというか変化はしないですから、ね、そうですね、例えば、はい、でも娘に聞くと、はい、我々の時代ほどよろしくない感じではないようです、はい、男女となんか仲もそれなりによくて、そのあまり、いや、どうなんでしょうね、わかんないですけど、学校とかにもよるんじゃないですか。確かにあの、はい、私の学区の学校は、はい、今ちょっと荒れてるみたいです、はい、肩ぶつかると、はい、お前やんのかよみたいなのが、はい、あって、はいはい、この1年生が入った時に、はい、その周りの怖い先生が一気に集まるみたいな、はいはいはい、現象が起きてるみたいです、はい、ただまあ先生今殴れないですからね、はい、我々の時みたいなの竹刀持って歩いてる先生って普通にいたじゃないですか、はい、ありましたよね、普通ビンタとかは普通でしたもんね。あ、ビンタ普通です、はい、ビンタ普通の時代でした。忘れ物してビンタですからね。そうですね、あので体罰、あとはその、はい、廊下30往復の罰みたいな、はい、何か悪いことをやると、はい、ありましたよね。ありましたっていうラディカルな時代では今ないみたいなんですけど、でもまあいじめはありますよね、はい、まあやり方が変わってるっていう話ですよね、きっと。なあ、なるほど。恋の形もだってそんなに僕たちの世代なわけじゃないわけじゃないですか。確かに。あ、でもあと今はあれがあった、 LINE、はい、とかありますからね、はいはいはい、ネットで無視、本当になくてよかった。はい、すいませんっていうのを思いながら恋の形を見て、はいはい、一応感動はするんですけど、はい、どう扱っていいかわからないんですよね。どう扱っていいかわからない、どう、なんて言うんでしょう、恋の形を見て、はい、何を感じていいかがわからないんですよ。まあ、この後悔じゃないですか、いじめっ子はまず後悔ですよね。いじめたことを悔い改めよ、悔い改めて、はい、でそのいじめたことがずっと、いじめたことが自分で自分を傷つけてるわけじゃないですか。あ、主人公の男の子、ね、主人公の男の子、はいはい、でずっと後悔しててみたいな、でそこからこうやっとなんか許しを得てじゃないですけど許しを得ようとしていた作品ですね。得ようとしていたけど、得ようとしていたというかもう壁を作ってたわけじゃないですか。はい、いじめ、彼はそれでいじめられるわけですか、はい、いじめ無視されたわけですね、はい、無視されで、はい、自分自身壁を作ってるから無視されるみたいなところもあるわけじゃないですか。で誰もこう顔もわからないみたいな、罰ですね、はいはい、岡田斗司夫も褒めていた表現、はいはい、まあ、そういう感じになって、でそこからこうなんか成長じゃないですけど、まあ、その主人公に対してはそういう感じですよね、はい、でいじめられた子も加害者みたいな感じで思ってる。
あの女の子のこと、女の子は自分自身で私がこんなのだからみたいな、あ、男の子に対して、男の子に対していじめられてるんだけど加害者みたいな気持ちになってる、はい、っていうのもあったし、あと超いじめてた女の子が、その耳の聞こえないね、はい、主人公の女の子に対して、はい、あなたも私を無視したって言うんですね、はいはい、なんて言うんでしょう、空気を読まずに、はい、ただ仲良くしたいとか、はい、ただ謝ってくるみたいな、はい、あれってそうかって思いながら、はい、ただなんて言うんでしょう、そうかっていう気持ちと、はい、なんかじゃあ仲間に入れてあげようっていう時に、はい、なんかちょっと下に置くみたいな、あなたは耳が聞こえないから、はい、しょうがないから私たちが下に降りて入れてあげるねっていう気持ちになりかねないなと思ったんですね、はい、多分それをやってるから嫌われてるんですよね彼女は。あのいじめてた女の子、はいはい、で彼女ははっきり言うじゃないですか、あ、はいはいはい、あでもう一人の方が、あ、河合さんですね、河合さん俺河合さんだよやっぱりそうなると、はい、っていうのがあって、でもじゃあどうすればいいんだよもあるんですね。じゃあそのいじめてた子みたいに、はい、来ないでとか、はい、私あんたのこと嫌いよ、はい、とか、あれが正解、あれも正解ではないですよね。いや最も綺麗な正解は、はいはい、私手話覚えるって言った、はい、ダッサって言われた女の子、はいはい、いや彼女の本心は知りませんよ、はい、そのなんかそういうのが不良がかっこいいみたいなのと一緒ですよねきっと。どうぞ攻めてくださいそのなんだろうダッサみたいなのって、はい、なんかいい子ちゃんぶるのがダサいみたいなのって不良ぶるのと一緒じゃないですか、はい、はい、でそうすることによってこうなんか周りに認められる的なダッサって言われないようにしようみたいな、なんかね、はい、もういろいろそこかしこに僕がいるんですね、はい、ダメな側に、はい、っていうのを2時間連続で見れますかはい、いちいちやっぱ食らうんですよ、はい、あ 無理言って、僕はまあ食らわなかったもんな、なんだろうな、そっか、なんでしょうね、だから見終わって、まあ、それは感動もしましたよ、あだから僕はもう無意識そんなのありましたっけっていうぐらいなんで見てない可能性はありますよね、自分が自分の好きなことをやってるだけみたいなあでもなんかあれってただ、はい、彼女が耳が聞こえないっていうだけでその目立ってますけど、はい、そのそういう立場にいた子っているわけじゃないですか、はい、そういう子のことを僕はどう見てたんだろうっていう思いになるんですね、はい、だから僕はこう見てなかったかも、あーなるほど、はい、で僕は見て助けられる場合は助けてたっていう思いはあるんですけど、はい、お前は本当に助けてたかっていうのと、助けてたってなんだよ、はい、上からみたいなのと、はい、いろんな思いがでこれはどう見ればいいんだろうって、でただ、まあ、感動しました、はい、済ませるのか、はい、って思いながら見てました、はい、まあ、問題はいっぱいあるって話ですよね、人間に問題はありますよ、まあ、その問題は起こるもんなんで、起こすもんですよね、人は起こすでしょうね、はいはい、でその時に、まあ、その後どうするかみたいなところもありますよね、特に子供とかってやりがちじゃないですか、うん、みたいな、すいませんごきげんよう、はい、あの恋の形皆さん見ましたでしょうか、はい、あの問題作、はい、まあ、結構前なんでだいぶ忘れてますけどね、あ私ちょっと今見たばっかりなので、はい、あタコタコさん、エレキチさん、ヤンバルさん、トゥイティさん、ごきげんよう、そう、あの障害絡みっていうのが、はいはい、耳が聞こえなくなる映画っていうのをたくさん見たんですけど、はい、あれナンバーワンです、恋の形、はい、一番食らう、はいはい、まあ、リアルだからじゃないですか、うん、なんか病気でとかなんかそういうのってあんまりリアル感がないじゃないですか、まあ、そういう世界はあるかもしれないですけど、はい、自分の身近にないことじゃないですか、そうですね、はい、なんか身近にありそうな感じだからじゃないですか、実際に起こり得そうないじめ問題、はい、で特に我々の、まあ、僕が生きてた時代、はい、生きてた生活では、はい、ただ、まあ、ああいう立場の子はいたんですよやっぱり、はい、あの特殊学級とかが、はい、ちょうどなんか導入され始めみたいな、僕の時ありましたけどね、僕の時もあったんですけど、はい、なんて言うんでしょう、もう明らかにの子だけで、はい、なんかその教会ぐらいの子は普通に一緒にいたんですね、はい、あ、はいはいはい、要はあの中学校でもちょっとあのおねしょするぐらい
はい、中3ぐらいでも、はいはいはい、っていう子がクラスにいたので、はい、結構ひどかったんですよ。あ、僕そういうのはないな。でそれを僕は止めてたつもりな、止めてたってなんだよですよね、はい、でもって思うんですよ。止めてて別にいいんじゃないですか。いや、お前は何止めちゃいけないんですか。お前は真剣に止めたかと。止めてない、バカ野郎ぐらい、ドーンって。バカ野郎じゃなく止めればいいわけじゃないですか、止まってれば。それをね、女子もやるんですよね。で女子は止めれないんですよ、女子がいじめてると。うん、なんか無視されたくないみたいな。はいはい、まあまあまあぐらい、芯直して学校来るみたいな。はいはい、女の子だったので、はい、僕の学校そんなに荒れてないです。なるほど、地域性ですかねこれは。はいはい、っていうのがね、うわーって、はい、うわーってきて、はい、無理っていう思いで見てました。はい、すいません。あ、ティズさんごきげんよう。そう、声の形ね、漫画がもっとえぐいらしいですね。やっぱり7巻ぐらい。はい、はいはい。まあ映画になるとキュッとして、まあ、やっぱり2時間にキュッてしないといけないので。しないといけないですもんね。はい、いじめっ子がいじめられっ子を好きになる。まあそうですね。はい、そうでしたね。はい、なるかと思いながら見てましたけど。まあその優しさみたいなところじゃないですか、いじめたのにみたいな。俺もなんかちょっとね、彼女の気持ちは全く分かりませんでした。まあ分からないじゃないですか。分からないですよね、はいはい、でもまあ想像的にはそういうことじゃないですか。彼女っていじめられてた子、いじめられてた子、はいはい、いじめられてた子はだからいじめられてるけど加害者的な、みんなを傷つけてるみたいな、私がこんなんだからみんなを傷つけてる。あ、そっか、はい、ノートにいろいろ書かれてるわけですよね。書かれてるのは自分に原因があるみたいな。要はまあその中で主人公の女の子が言うのは、はい、あなたが来なければこのクラスはうまくいってたと、はい、壊したのはお前だみたいな言い方をするんですよね、はいはい、でそれをそのまま真に受けて自分は加害者側だと思ってるっていうのが彼女の心境ですよね。でね、またね、先生がまた本当にね、はい、何もやらないんですよ。はいはい、もう先生の記憶ないぐらいですもん。なるほど、はい、あいつは何もやらんのですよ。はい、でただ問題が起こった時に起こるだけ。はい、でみんなの前で立たせて、はい、どう思ってた、どう思ってたって言いまして、はいはい、よくないと思いましたって。はい、それお前それはやっちゃダメじゃん、はい、個別じゃんそれって。はい、すいません。はい、わかります。ちょっと思い出しました、その、はい、シーンを。声の形は何なんで、どう思いながら見ていいのかが分からなかった私は、はい、HSP でしょうか。まあそれはありそうですよね。あ、でも一旦、あ、道さんごきげんよう。ごきげんよう。ファンブックだと主人公のその女の子、はいはい、耳が聞こえない、はい、は自分のことを加害者側辞任しているので、あ、なるほどね、はい、義務教育中道さんは先生やクラスメイトにいじめに遭ってきた側だから、ドラマを見る必要が私にはない、興味ないと。なるほど、はい、まあ、物語ですけどね。物語です。はい、でこの人をえぐる物語の意味を考えながら見てました。はい、だからそのいじめる側もみたいな話じゃないですか。うん、まあ、そうです、まあ、このこうやって傷をつけるために作ったんでしょうね。はい、し、なんかもう多分そういうこうだよ、こうなるよみたいなことを言うためもあると思うんですよ。うん、はい、いじめる側もトラウマになる可能性あるよっていう、これ良くないよねいじめたらみたいな教訓的な、そうやって感じてくれればいいですけどね。はい、まあ、あれを見たらそう思いますよね大抵の人は。でもなんかその、はい、上手に逃げ切ったいじめっ子もいるわけじゃないですか。逃げ切ったいじめっ子もあれを見たらって話じゃない、いじめ良くないな、やっぱり良くないなって思うわけじゃないですか。って思うことをせずに願います、はいはい、見てどう思ったかは興味深いですが、以前は、あ、なるほどね、平穏保つためにマイノリティ含めていろんな意味で声を上げないでほしいっておっしゃってた気がしますねと。ただまあ、あの映画に関しては、はい、その老和協会か、ちょっとそれは正確には分かりませんが、はいはい、その協会がぜひ、はい、漫画も、はい、映画も、はい、何も忖度せずに、はい、あのそのまま出してほしい、はい、っていうのをあの認めたらしいです、はい、やってくれと、はい、言ってくれと、はいはい、声を上げてくれと、はい、まあ、だからそれを知る必要がある、そのきついのを知る必要があるって話だと思うんですよ、うん、そうですね、はい、いじめる側もきついんだよっていう
じゃあいじめる側はきつくないですよね。いじめる側もきついわけじゃないですか。きついことが起こるよってことですね。はいはいはい、そのちょっと、まあ、ちょっとした悪ふざけぐらいの感じじゃないですか。彼の意識ではそうですよね。はい、でそれがすごい大事になってみたいな、はい、いじめたことによってこういうトラウマを負うことになるよみたいな。でもトラウマを負ってないやつがいるわけじゃないですか。負ってない。のうのうと生きてるやつがいるだろうなとも思うんですよ。はい、でそこに向けたメッセージでもあるんじゃないですか。でそこに向けて僕の怒りはあるんですけど、はい、だからこうそのまま流せって言ってるんだと思うんですよ。で罰が当たればいいとも思ってます。あ、これはよくない。それはまたいじめっぽいですからね。すいません、はい、優しさというよりも同じ存在だからの印象でしたと。同じ存在、まあ、同じ存在っていうのが、はい、なんか人間、僕は人間なので、はい、人間らしい人間なので、はい、やっぱりこのなんて言うんでしょう、人には順位があるって思いたくないけど、はい、そういうところがあるので、はい、まあ、その上に行きたいみたいなところですよね。自分は特別だ。自分は特別だわ。つまり人より上にいるって話ですよね。みんなが思ってると思ってます、はい、でそうするとこうなんか障害を持った人をちょっと下に置きたくなったりとか、置いてるわけじゃないですけど、けど置きたくあの手を差し伸べるだよね、はい、って思うっていうことはっていうことです、はい、でもまあ別に手を差し伸べちゃいけないわけじゃないわけじゃないですか。そうです、はい、し、はい、なんて言うんでしょう、その同情、うん、同情心ってなんか上から目線みたいな話ありますけど、はい、同情心、もともとの意味って同じ気持ちになることみたいな、同じ感情を持つこと。あ、感じはね、そうですね、はいはい、なのでこう同情心を利用して優越感を得ようとしてる人がいるって話ですよね。それは良くないかもしれないけど、単に同情するだけのは別にいいと思うんですよ。この人かわいそうだなって、ね、はい、その意味でね、はいはい、でそこにそれをすることで気持ちいい気持ちになったりみたいなのがセットでついてくることが多いので、そこはやめましょうみたいな話じゃないですか。はい、っていうなんか、だからそれがなければいいとは思うんですよ。話したくなる映画でしたよね、あれは。はい、はい、まあ、先生はまあことなかれ、まあ、うん、そうじゃない先生もいてほしいとは思うんですけどね、はい、はい、それを評価する社会になればいいですけどね。それを評価、あの先生に対して、先生の、まあ、なんか問題が起こると先生の評価が下がるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、そこが問題なんじゃないですか。ああ、なるほど、はい、問題なんか起こるもんなんですよ。うん、はい、確かに。だから問題生徒が起こしてますからね。そうそう、はいはい、生徒なんか絶対子供だから絶対問題起こすわけじゃないですか、うん、っていうと、まあ問題は多分親にありますけどね、はい、そうなっていくと、でそうするとその問題をなくすことよりもみたいな話じゃないですか。どう対処するかみたいな、そっちを評価した方が。すいません、はい、あれを見ても主人公とかその相手ムカつくと思う人もいるので、はい、まあ、人それぞれですよね、はい、まあ、そこで一番叩かれてるのは河合さんですけどね、はい、もうそれも一種のいじめですよねっていう話ですよね。まあそうですよね、はい、いじめる側の自殺率が高いのも、あ、知ってますと。あ、そうなんですね、はい、自責の念なんでしょうねと。そのまあそのいじめも程度があるわけじゃないですか。いじめの程度はあります。その例えばあの映画でいくと結構ないじめな感じじゃないですか。耳かち出たりとか、結構ないじめでした、はい、で、はい、それを見てしまったみたいなのがあるんだと思うんですよ。いじめた側にも軽いいじめのつもりでピューって取ったつもりが耳から血が出てみたいな、なんかすごいやばいことをしてしまったみたいな感情が芽生えたんだと思うんですよ。ちょっとした悪ふざけぐらいだったのがっていうところだと思うんですよね。でなんかその気にしないレベルは気にしないレベルみたいな感じの枠に収まってる可能性はありますよ。うん、そのじゃあその枠は許せんとか思いながらも、はい、まあちょっとずつ良くなっていけばいいですね。はい。